北谷浄水場などから人体に有害な有機フッ素化合物 PFAS が検出されている問題。問題発覚直後のアメリカ軍のメールでは、嘉手納基地が取り組まなければならない政治的問題になると指摘しています。この文面とは裏腹にアメリカ軍は県の調査に一向に応じておらず、文書を入手したジャーナリストジョン・ミッチェルさんは、軍が問題を認識していた事実を隠蔽しようとする姿勢が浮き彫りになったとしています。松本記者のリポートです。今から6年前の2016年1月、有害物質 PFAS による水の汚染問題が県内で急浮上しました。その結果、 PFAS が企業局の北谷浄水場の水源である比謝川や嘉手納井戸郡において、他水源と比較して高濃度で検出され、沖縄市や那覇市など中南部7つの市町村に水を供給する北谷浄水場の水から検出されたのは、アメリカ軍が使用してきた泡消火剤に含まれる有機フッ素化合物 PFAS。 自然界でほとんど分解されないことから永遠の化学物質とも呼ばれ、発がん性など人体への悪影響が指摘されている有害物質です。県は基地内が汚染源の蓋然性が高いとして立ち入り調査を求めていますが、アメリカ軍はこれに応じていません。こうした中、問題が発覚した直後から嘉手納基地が汚染源である可能性をアメリカ軍が認識していたことが、ジャーナリストジョン・ミッチェルさんの入手した軍の内部メールによって明らかになりました。They show us for the first time that the American military admitted to contamination from Cadena Airbase. This is a really important admission. And this is the first time that we have evidence from the military that they have taken responsibility. メールには、カデナ周辺の水域に PFOS が存在する場合、基地に起因するものである可能性が高いと記されています。県が北谷浄水場で PFAS が検出されたと発表した2日後には、アメリカ軍は基地が汚染源である可能性を認識していたのです。さらにその翌日のメールには、これは嘉手納基地が取り組むべき政治的問題になると綴られています。 I took a lot of time to try to negotiate with the military to get these reports. 請求からおよそ2年4ヶ月かかって入手した内部メールは、黒塗り部分も多くありました。It's the amount of hidden information and the time it took to release the information. It really shows just how hard the military was trying to do to cover up this issue. 北谷浄水場で検出されている PFAS について、2016年には嘉手納基地が汚染源の可能性が高いことを認識しながらも、アメリカ軍は県が求めている基地内への立ち入り調査を拒み続け、原因の究明や対策を何ら講じていません。当時から米軍当局者も県と同様の認識を持っていたにもかかわらず、報告を意図的に削除した上で、さらに何らの対策も実施せず、また県の立ち入り調査も認めないなど、汚染を放置し続けている状況については我々は大変遺憾であると。 PFAS による汚染は普天間基地周辺の湧き水やキャンプハンセンを抱える金町でもこれまでに水道水や河川で確認されていて、住民の血液検査の実施や普天間基地に隣接する小学校土壌の独自調査に乗り出すなど、市民は活動を続けています。ミッチェルさんは、今回の報道はアメリカ軍の問題への向き合いを知る一歩に過ぎないとして、軍の認識が明らかとなったことを受けて、日本政府は国民の飲料水が汚染されたことへの責任を追及しなければならないと指摘します。 So the job of the Japanese government must be to go into the base to check for contamination, to check the information that the military has, and to hold them responsible for this widespread contamination on Okinawa.
今日の会見で玉城知事は、アメリカ軍と日本政府は調査と総合的な対策を実施すべきと述べました。今回の報道を受けて、米軍および国は直ちに県が求めている立ち入り調査を認めるとともに、米軍および国による調査とその総合的な対策を実施するべきであるというように指摘しておきたいと思います。県はこれまでも国に対し、基地内への立ち入り調査が実現するよう要請しています。実効性のある対策をアメリカ側に迫る必要が、日本政府にはより一層求められています。これだけの長期間、汚染問題の根幹に関わるような情報がひた隠しにされていたということに、この基地をめぐる問題の根深さを感じました。この内部メールが明らかになった以上、この問題を日米の両政府、そして国民も見て見ぬふりをすることはできないと思います。